2日目始まるよーと。よし、揃ったな。これから作戦会議を始める。はい、コピー。それでは改めて状況を説明します。活躍により、救助犬と隊員2名合流。まだ4名依然行方不明ですよ。シェパード号はトラブルで故障、キャプテンオリマーの救助もままならない。まずは、はぐれた隊員たちと合流しなければ、ね、昼夜とウォッチング。レーダーに反応があったエリアに飛び、はぐれた隊員たちを救助してくるのだ。私とコリーは船に残り現場に指示を送る。離れていてもシェパード号の無線を使ってサポートするから大丈夫ですよ。本来なら新人隊員に与える任務ではないが、昨日の君たちの活躍を見て確信したのだ。君とっちんは最高のバディになれると、では期待しているぞ。隊長、キャプテンオリマの捜索はどうしますか？隊員を探している途中で見つかるかもしれん。念のためミッションを発行しておこう。作戦会議終了。はい、コピー。キャプテンオリマーが未知の惑星に遭難した。隊員の捜索をしながら彼の行方を追うのだ。エネルギーを1500集めて1日終えるとクリアとなりね。ピクピングルームの得点上げちゃう。そしてクリアデータは製品版に引き継ぐことで得点がもらえますと。時間の概念ないのかな、うん、お、いろいろ出たね。おっと、まあ一度はやりたい脳犠牲クリア。まあ初見では無理なのでしません。ね、あるがままを受け入れましょう。しょうがないね。ミッションリスト。ね。オリマー追加。レスキューの心得。采配。LR。LR 同時。あ、LR 同時にするといつでも一瞬で救助犬になる。航海日誌。ね、ペレット層。オニオン。ピクミン。救助を頼む。よし。今記録ってあったよね。ちょっと待って。いつでもセーブはできるわけではないんだね。あくまでもこの画面に行くだけね。話があるのでこちらへお願いします。シュウヤさんのタブレットに探索で使うアプリをインストールしておきましたよ。後で見ておいてください。では探索へ行きましょうか。話を聞く。また後で。ハヌーン。初日から君の大活躍、大いに助けられた。君はこのレスキュー隊の期待の新人だ。未知の星での探索は困難がつきまとう。しかし君ならばきっとやってのけるだろう。なぜなら君はこの私が可能性を見出し採用した隊員なのだから。探索へ行くってあるけど、マイナス2人、ショートカット、設定、コントローラー、セーブしてタイトルに。とりあえずね、セーブしてタイトルに戻ってみる。で、タイトル画面から、ストーリー。あ、セーブ3つできる。まあ、3つできるのはね、助かる、本当。最近の任天堂はね、セーブ一つで、アカウントを作らせて、アカウントごとのセーブとかが多いんで、一つのデータで三つセーブがのあるのはいいけど、まあ、ぶっちゃけもう三つじゃなくていいだろうとは思うんだけどね。さあ、それではね、探索へ行く前に増やせるかなと思うので、可能な限り増やしてから行ってみましょう。ダッシュ投げ距離伸びないのかな。
2匹目以降止まるね。じゃあ1匹だけ投げた方がいいな。回収のめんどくささがあるんで。昔はね、こうやって走りながら投げると、普通に投げるとここだけど、走りながら投げるとすげえ投げれたんだけど、今回はそれなさそうだね。あれ？オニオンが種を吹き出すのをやめちゃいましたね。ね、数は増えておりますが、地上に出てくる数を抑えて全滅を防ぐ習性があるのかもしれない。手伝え。さあ、とりあえず20匹かな。うん、では行きましょうか。まだね、操作が全然慣れんね。タブレットメニュー、ここで B っていうのが超違和感だね。よし、では行きましょう。2日目行くぞー。今探索できる場所はここです。日だまりの庭、お宝ハテナ、鬼四類ハテナ、救助した人ハテナです。全部何にも分かんねえな。俺たちだけ送られる感じか。船ごと行くんじゃなくて。行きまーす。鬼をもついていった。日だまりの庭。あれはシャリ？なんていうか、庭って感じだね。さあ、これまであった日没の制限時間はどうなっているんだね、今回は。ああ、こちらクリ、無事に到着したみたいですね。それでは今日のレスキュー活動について説明してもらいます。お、時間ある。トゲが見えるな。ちょうど右端まで来たら、日没になるように合わせておるね。隊員の捜索は日暮れまで。夜になる前にレスキューキャンプに戻ってくるように。アイコピー、よし頼んだぞ。それからビーグル号についていたオニオンですが、ピクミンの乗り物でもあるようです。人手は多い方がいい。ピクミンに手伝ってもらおう。では行きましょう。20匹までしか出せんとは。よし、何があれば手伝ってもらう。では久しぶりに行きますか。何かいる。行けーね。数の暴力どころではない。古代アーケード前、ショートカットでもあんのかな。地図地図。広、そんな広くないかんだね。まあ時間制限もあるので急ぎましょう。段差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 、いけねえこれ。あの弾は取れないのか。どっか、あっと、地下から行けそうなところ。落とせよ。大事なことを伝え忘れていたね。オッチンの協力が不可欠だ。なんだこれ、嗅覚。うん、Y 長押し。お願い、オッチンにお任せにするといいぞ。匂いの元まで連れて行ってくれる。なんかオーラみたいなのが見えてるね。レスキューは時間との勝負。段取りよくね、隊員の捜索をしておくれ。あれ、シュウヤさん何それって顔してますね。段取りよくというのは順序立てて効率よく作業するって意味です。あんまり使われませんが、レスキュー隊の基本なので覚えておいてくださいね。
1にも2にも段取りが大切。隊員の捜索、頼んだぞ。ね、Y 長押し。オッチンに匂い鍵を依頼するのだ。お願い。お任せ、遭難者、お宝、手ぞお任せ。さあ、とりあえず少しずつ。綺麗な石ですね。お宝ではなさそうですが、ね、公開日誌を調べてみましょう。これは資材です。機械汁は得意なんですけどね、材料工学はさっぱりですね。科学者がいれば何とかしてくれるかもしれません。とりあえず集めておきましょう。ん？敵？いや、あれは犬か。とりあえず10匹投げとけば2回でね。この壁どうにかできませんかね。とりあえず行ってみましょう。なるほど。犬はどういう行動を。おお、やめた。もうね、1個目の時間が。おい、よし、これで壁の先に行けますね。ニュー。ちょうどレーダーマップを見ているね。便利な機能について説明しておきます。実は発見した洞窟や作業が終わった場所は、下矢印とか上左右矢印が残るようになってるんですよ。マーク消えますので、備忘録としても使えます。おお、おっと、上にやばい火吹きとっくりがいる。まあ赤ピクミンには関係ない話なんだけど。お、こんなところに洞窟が。洞窟内で、に避難しているかもしれんなと。では入ってみましょう。さすがに数をね、合わせた方がいいだろう。抹殺しようこいつ。あ、またこの石だ。この石何なんすかね。我々に見つけてもらうためにオリマーさんの残した。あ、そういうことか。拠点を移動できるのか。まあ赤ピクミンだとストラクションなんで。ハジーハジーおめえ何してんだ。オッチンの尻尾が燃えているぞ。直ちに消火をするのだ。お前何してんだよ。拠点を移す。あ、あいつらも来てくれた。これは助かる。残ったピクミンどうやって回収しようって思ってたんだけど、お玉もいるけどね、さすがにはぐれたピクミン、いる？はぐれたピクミンいる？まだね、ちょっとメニューとかがあっち残ってるのかな。どうなんだろう。よし、このチャッピーまで抹殺したら洞窟に行こう。暴れるなよ、暴れるなよ。ね、動き回ったりするとロックオンが外れやすいですよね。そんな時にしっかりと狙いをつける。 ZR で固定すれば、ね、なるほど。
40匹ぐらい連れ回りたいよね。20だとちょっと足りないよね。まあしょうがない。持ったか。よし、あぶんね。食われるかと思った。じゃあ洞窟行きましょう。今回ね、このチャッピーとかに突進させられないのかな。あ、え、あ、では行くぞ。おそらく2と同じ仕様で洞窟内は時間が経たないんじゃないかな。あ、ありました。ドルフィン号のパーツを求めて洞窟へ入ると、宇宙の常識を超えた原生生物を発見した。霊気に順応したピク、おっと、もう氷ピクミン来ますか。おい、オリバーさんの随分几帳面だね。洞窟に入るときはピクミンも連れて行った方が良さそうですね。あ、拠点に戻らず入っても大丈夫。へえ、放って おけないので一旦オニオンに戻すけどね、と。なるほど。じゃあ、お、20匹まで。行くぞー。名残の氷穴。あ、早速来そうだね、新ピクミン。よし。時間制限は。よし、おっちん。遭難者がいるんだな。はぐれた隊員だろう。救助を急げ。あ、体力回復しているかな。レスキューの心得、5、ロックオン。お願い、拠点を移す。後悔にし。ピクミンの巣。ピンチの時こそ。おっと、まだそんなピンチにはなってないし、黄色まだ出てへんけどな。赤ピクミンは炎の中でも平気、そして力強い。資材、名残のね、氷穴。では行きましょうか。で、ウジンコでしたっけこいつ。プラス1。お宝じゃないですか。キラキラエネルギーはありますね、と。オッチンの突進。いけ、うん、これどういう効果あるんだろうね。あれ、あ、そうか。あ、懐かしいもの発見。よーし、みんな花ピクミン進化の時、行くぞー。あ、投げるになってる。チュー、花が咲いたよ。それは大地のエキスというもので、ピクミンにさせると成長を促すようですね。成長するほど足が速くなります。不思議な生き物ですね。やったぜ、花ピク20。さあ、そして氷と戦ってるピクミンがいる。助けるぞ、今だ。来たー、新ピク、氷ピクミン。これもピクミンなんですかね。公開日誌には、ピクミンは植物に近い生き物がいるかと思っていたが、氷のような種類もいるとは。氷ピクミンはそのキンキンに冷えてやがるぜ。水場や原生生物を凍らせるだけではなく、氷のように水に浮くこともできるのだ。ただし、頭に水がかかるのは苦手だぞ。体が氷、これほどの冷たさで元気に動けるとは大したものだ。
最大数が増えた。対立にいるピクミンがいつもより多くなってるぞ。野生のピクミンがいる分だ。野生のピクミン野生じゃないピクミンっているの、ね、なかなか不思議な言葉やな野生のピクミン、全部野生じゃねえのっていう一応洞窟内は時間経たないみたいなので、まあ初見のよくわからない時ね、段取りよくとかできねえよっていうね。下手にね、少数のピクミンで行って負けるぐらいならみんなで一緒に行動した方が安全というね。さーて、マップを見ているか、特に忘れてはないね。まだ探索していない場所が一目でわかるぞ。おお、そしてあ、やば、こいつ強いんだよ。で、前だとね、シースティックとかでテカテカテってできたんだけど、押す。ショートカットポイント。足りたね。資材の山を運び切った。さ、普通の葉っぱピクミンが遅いのはいいんだけど、意外にオッチンが遅い。絵の具だ。ここは？カサカサカサ。あ、隠れれるのかな？オッチンは遅いんじゃなくて後ろに控えてるだけかもね。追加された。これは氷ピクミンのオニオンかな。黄色に見えるけど、なんだかプスプスしてますね。オニオンにしては色が薄いような。地面を掘り終えた。なんでかどんどん親切になっていくね。終わったら教えてくれるんだ全部。あれ、このオニオンなんかちょっと違いますね。上がったら比べてみましょう。パンピース、パンピース、誰が一般ピーポーやね。で、これは普通のでいい？ブヨブヨしてるよ、ブヨブヨしてるよ。オッチンでもさすがに歯が立たないか。壊せなさそうですね。ん？なんか、あ、氷ピクミンだな。一回凍らせるってことか。なるほど。叩いて壊しそうです。お、水こんにゃく。うん、残した状態で脱出してもちゃんと全員で脱出できるのかっていう不安がある。さあ、3人目。誰だ？遭難者。バイタル確認だ。
脈拍、血圧、体温ともに異常はありません。生命維持装置のおかげで無事のようですね、と。ね、ID カードを確認しましょう。何人までつけれるかな ?7、8、結構つけれるね。早い早い。レスキュー、ハロハロー、ID カード確認ですよ。お、これの人はラッセル。材料工学の発生と、フラグ回収早いな。科学を愛し、資材さえあれば、救助に役立つものを開発してくれるぞ。おう、よかった、無事だったか。ラッセルは宇宙服やシェパード号の修理改造を担当しておるぞ。その優れた頭脳で今後のレスキュー活動にきっと貢献してくれるじゃろう。キャラが定まってない、隊長。こいつ、ハゲだな。では、クリアやな。やり残したことはないですか?マップを見よう。こっち。大丈夫そうだね。普通にやってるとここを見逃す可能性がねえよ。オッチ、足遅いよね。地上に出る。対立にないピクミンも回収できるって。救出した人1人。キラキラエネルギー。あれ、運命のディレクター、原生生物。運命のディレクター回収したっけ。あ、したわ。調査 100% でコンプリート。調査率、まあだいぶ分かりやすくなってる。お、クリアマークも出るようになってる。あれ、昼夜の時計ずれてないか。ちゃんと合わせていたはずなんだが、時差を計算したところ、地下にいた時間は6分の1の長さ。時空が歪んでいるんでしょうね。でもそのおかげで時間を気にせず、洞窟の探索ができそうですね。さあ合体。あ、吸い込まれちゃいました。白い球根はガーリップ。オニオンに与えると外に出せるピクミンの数が10匹増えるみたいですね、と。探索がはかどりそうだ。早速ピクミンを引き出してみよう。コーリピクミン。1500。これはあれだ、逆からのショートカットだね。20全部使うか、その方が早いな。さーて、行くぞー。まだメニューとかが慣れない。これって建築物では?こんなもの一体誰か、完成はしていませんね。1500、1日で貯めれるか。まあ行ってみよう。電気来てる。B で戻れないの結構イラッとする。
あ、これヒーローピクミンじゃん。届くか。ショートカット。これは違うのか。届く？これ届かねえ。よし、さあ半日双眼鏡ね、雷1500貯めれるか、一日で。ちょっとマップチェック。ね、ここに出るかと思ったら出なかったから、こことこの奥。で、一応まあまだ水は無理だとすると、ここの奥行くしかないね。いかんで、いかんで。全部やったはず。さて Y だっけ。お願いお願い。 お宝オニオン類氷ピクミン。あれ、一匹放置されてる。残ってなかったよね、資材。鼻散ってるやつが何匹か嫌がる。あれー、ラス1？ いや任せるか。じゃあ、とりあえずショートカットポイントが、これはこいつらでもいける。うん、ここがつながる。ここか。よし、とりあえず残ったやつちょっとでも壊してもらおう。で、今のうちに回収ね。やばいやばいやばい、3分の2が終わったか。3日目を遊ばせてくれるのかどうかがよく分かってないからね。まあ、可能であれば1日で貯め切りたいところだが。いけ。せず攻めよう。お宝と地下もあるね。せず地下を掘らせつつ双眼鏡をゲット。ちょっと待て、ショートカットを先に。
ちに行かないのかな、こいつら。ほら、行くよね。で、こう行って、このお宝も、おそらく黄色を手に入れてからじゃないと。いけないんだろうなあと。ここも繋がってない。やばい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 、これはマジでやばい。あぶね。じゃあ先地下行こうか。なるほど。結構やばそうな。まあまあ行ってみましょうか。ここは赤だけの方がいいのかな。赤30匹。焼きおこし工房、さあ始まる始まる。うん、卵が。なんだよ、蜜じゃねえのか。蜜ある蜜ある、すえすえ。ちょっと足りなかったね。まあ赤ピクだと無敵なんで。5匹こいつに。ああ、旗が散るのか。鼻がしんどいな。時間経たない、6分の1って言うけど、どうなの、実質はゼロなの。あ、キピクミンが合流。てか1日がね、洞窟行くと長いんだよ。キピクミン、これは新種のピクミン、ね、調べてみます。キピクミン、ね、大きな耳のようなものがある黄色いピクミンをキピクミンと呼ぶ。耳ピクミンではどうもしっくりこないのだ。電気に強く、投げると高く飛ぶぞ。穴掘りも得意だ。電気に強い、どういう体をしてるんですかね。と、電気通さずにはいられない。せんべい。足りたね。ピクミンは得意だそうですよ。そして絵の具、解散があったよね。こうしないとね、死んじゃうから。やば、まずね、倒そう。ピクミン足りんし。あ、ショートカットあんじゃん。ミスったな、これは。順番ミスったな。ちょうどね、キピクミンいるんで、キピクミンにこれ任せようか。うん、大丈夫やろ、相手は。で、その間にショートカット、ね、段取りよくっていうけどさ。段取りとか無理よ。で、何がどうなってるかわからない状態で段取りよくとかできるわけねえじゃんっていう。
お、ナイスフォッシュ、うん、では危ないんで、解散。赤だけを連れて、数の暴力なんやなこのゲームはっていう。あれ、地下2階があるってこと、これもしかして。ほら、ではキピクミン、今キピクミン10匹しかいないもんね。1匹でもやられたらこれ回収できないって厳しくないっすかね。あ、そうでもないね。あの崖の上から投げれば大丈夫っぽいね。まあ1階はコンプかな。ちょ、足りてないっすけど、手伝ってあげなさい、ちょっとでも早くね。あと3分の1ぐらいで1500か、いけるかな。お宝リストとかはもうまだかな。そんな感じだね、お宝リストも。よし、じゃあ次の回あるっぽいんで行ってみましょうか。2階、 50% お宝3つ。人いるんだ、ここも。ファイナルフロア、なんかヤバそうなのいるけどマジヤバそうなのじゃなくて燃えてるだけか。盗難者もいるみたいですね。とりあえず、ほ、大丈夫やね、壊せるね。ちょ、一匹目、ファーストペンギンの子かわいそうやね。それ大丈夫？そこ敵が埋まってるわけじゃない。怖いんだけど。芋だ。あ、埋まってんのか。洞窟内は別にね、限界を超えて回収可能。お、芋ったよーん。おお、すごいいっぱい持ってたね。実際ね、段取りよくプレイするのって2周目からだよね。1周目は段取りよりもさ、みんなで一緒に行動して犠牲を少なくするプレイになるよね、大体。45マックス、 OK。 ヒロ、これ以上いけない。下ね、ほらこんな少ないので行ってね、でっかいのがいたりしたら大変なことになるもんね。うん、少ない人数ではいかない。まあ初見で脳犠牲クリアはほぼできないんだけど、まあ可能な限り犠牲は少なめにということで。
消化。消化してもすぐは熱いよね。じゃあ救助お願いします。あっと、あれはマフィン、マリトッツォ。ここに置いていくのが怖いんだよね。また一人隊員が揃いますね。 ID 確認です。シュナウズシグレ星を新しい星だ。全宇宙を渡り歩くお宝が、お宝鑑定家、これでお宝図鑑かな、鑑定官から彼を元にした鑑定愛が作られたほどだ。ほちゃ、え、隊員じゃない、誰ですか。知らない人です。知らない人いたー。うむ、おそらくだが、折り回しの救難信号と一緒に送られた航海日誌、あれを見た人々がお宝を求めてこの星までやってきたのだろう。折り回しとどう、やばいぞこの星、この人だけと思いたいが、他に見つけたら救助してやらねばならんな。よし、ミッションを発行しておこう。頼んだぞ。全ての遭難者を救出せよ。キャプテンオリマや我々レスキュー隊以外にも一般者の遭難者がいるようだ。何人いるんすかね。999人ぐらいいたらどうするよ。まあこんだけいたらいいか。あった。これ初めての敵やな。で、ここクリア。壊せる？あぶねえ。え？倒しきったから大丈夫じゃねえ。うそだ、どんどこだーん。はあ、犠牲出てもうた。ね、チャッピーとかだと食い切られる前に倒しきれば OK だったんだけど、こいつ倒しきってもダメだった。初見だからな。あ、やばそうってのは分かったんだけど、間に合うって思ったんだよね、今の。ダメでしたね。拠点拠点。あー、ついに犠牲が出てしまった。悲しいかな。まあ赤ピクミンやし、ええか。にしてもここは食べ物ばっかやね。やばそうって思ったんだけどね、呼ばずに倒しきれば犠牲はないと思ったんだけど、犠牲はあった。で、終わりかな。あー、まあもう早くも2日目にて、あの脳犠牲クリアは失敗確定しましたわ。まあどうせ無理よ、初見で脳犠牲クリアは。達成状況 100%100% なってるね。うん、一応ここを渡るとき行くのやめたんで、それだけ確認かな。うん、あんま関係ないな、ここの強制視界がね結構うざい。もうわけわかんねえ。よし、ミッションコンプリート。救助した人、シュナウズ、お宝鑑定家です。キラキラエネルギー、なんとかいけそうか。1500、1日で調査コンプリート。あー、12匹も犠牲が出てしまった。悲しいかな。
なんとか一日が終わる前にね。どうした？ピクミンが外に出てこない。何？どうやら一度に地上に引き出せるピクミンにも限りがあるみたいですねと。余ったピクミンは、オニオンに戻しておきますね。ということで3色までしか連れていけません。そういうことっすか。あ、もうこんな時間ですね。これな、OK。このくらいのようですね。原生生物が凶暴になるそうだ。はぐれたピクミンがいれば今のうちに集めておくのじゃ。もうハリアップっつってる。とりあえず現状ははぐれたピクミンはいないので、なんとか黄色のオニオンぐらいのか、いやこの宝で終わりかな。こうやな。黄色あれ違うの。あっこうか。もうそんな時間。1日で1500はちょっと初見だときついな。ちょっとでも近づけとくか。4 3。しょうがないね。初通常日暮れ。ピピーン。やっぱね、洞窟内も少しだけど時間経ってるんだ。6分の1って言ってたけど。お、帰ってきた。おかりー。2日目探索結果、ラッセルとシュナウズを、キラキラエネルギーたちはこんな感じ。1500足りず、あと3つぐらいかな。そして日だまりの庭は、25%。ラッセル、よくぞ無事でいてくれた。ククク、想定の範囲内だ。そのためにつけた緊急脱出装置であるからな。ちゃんと使い方を説明しておいてくれ。隊員たちとはぐれてしまったぞ。だいたい脱出装置というならもっと安全にだな。それよりラッセルさん、こんな石ころを見かけませんでした。コリー氏よ、その石ころならすでに調査済みである。そいつは熱を与えると変形が容易になり、どんな形にでも姿を変えることができる。さらにはその後に受けた刺激により多様な特性を獲得する万能資材なのだ。どういうことですか。要するに集めれば集めるほど探索が楽になるという優れものだ。ビグル号に回収すると同時に利用できるように、立体プリンターを改造しているところだよ。開発や建築に活用すれば大いに役立つだろう。さすがはラッセルさん、材料工学の専門家がいてくれて助かりましたぜ。明日からきっとレスキューがはかどりますよと。これで他の隊員もすぐに見つけられるだろう。そういえば隊員やオリマーさん以外にも遭難者が見つかっています。隊長、彼らの捜索はどうしますか。何人いようが関係ない、我々はレスキューするのみだ。コリーよ、救助した遭難者のケアは任せたぞ。はい、コピー。そういう仕事も僕なんだよね。はい、ということで追加。